年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬記念。あなたの夢、私の夢は叶うのか。このレース最も人気を集めているのはミスター CB、 一番人気です。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はオグリキャップ、2番人気は二冠馬娘桜千代の。実力は1番人気にも引けを取りません。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは桜千代のスーパークリーク、八重の無敵。期待通りの結果を出せるか。1番人気ミスターシービー、まもなく第4コーナーカーブ。長丁場のこのレースですが、桜千代の早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのは14番、激しい先頭争い。桜千代の落ち着かない様子。ちょっと前に出ましたね。1周目のスタンド前にかかってゆく。14番、快調に飛ばしてゆきます。先頭は14番、単身で飛ばしてゆきます。続いて桜千代の3番手にはスーパークリーク、4番手に八重の無敵。外から外から16番、内を回って待ちかねタンホイザ。外でスペシャルウィーク、2馬身離れて3番。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。順位を振り返ってゆきます。先頭は依然14番、3馬身リード。先頭から大きく離されて2番手は桜千代の、1馬身離れてスーパークリーク。それを見るように16番、5番手、八重の無敵。さらにスペシャルウィーク、待ちかねタンホイザ。追走。少し離れて10番、内から6番、少し離れて3番、さらに外稲荷湾。ミスター CB 並びかけてきた。さらには2番、少し離れてオグリキャップ。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ8馬身。現在1番手は桜千代の、残り 1000m を通過。続きました14番、ミスター CB 徐々に進出。さらには桜千代の、そして14番、1馬身離れてスーパークリーク。それを見るように八重の無敵。ミスターシービー外から行く。少し離れて稲荷湾。外目をついて6番、そしてその内を回ってスペシャルウィーク第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差が。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのは桜千代の。追いすがるミスター CB、 残り200、先頭は変わらず桜千代の足色は衰えない。桜千代のリードは5馬身、大楽勝だ。桜千代の今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。桜千代の2大グランプリを制覇、実力ナンバーワンを見事に証明してみせました。2着ミスター CB、 3着稲荷湾。